ねえ、ライジョンですよね。今日もやっていくんですけどね、今日はこちら、ペッカ工場を使っていきたいと思います。こちらね、新型ってのも言い張るんですけどね。このね、ガゴ、5型、こちらがですね、エリババ環境になってから、ペッカのね、ジョイプレイヤーが使ってる形になります。はい。まあ、5、まあ、それはね、ホバとか、まあ、ロイホグ、そして、まあ、マズネク、まあ、そこら辺が流行っているのと、今ね、マズネクの影響でね、スケラが激減してるんですよ。そう、なんで、まあ、ここね、5、になってます。っていうことでね、やっていくんですけど、まあ、俺ね、ここ、ガゴ、マジアチャにしちゃおうかな。はい、って感じでやっていきたいと思います。よいしょ。はい、なんですけど、まあ、このマジアチャ、まあ、マジアチャがガオか、ここね、ゴーストか、まあ、ダクプリでもね、まあ、エリババに強いんでいいと思いますね。まあ、なんですけど、今ね、この形が結構強くて、まあ、ファイボなのがまずいいんですけど、うわ、これどうしよう、マジで。なんですけど、なんかね、本当にそう、ポイズンとかだと、こういうエリゴレとかに対してもね、速攻で3くらいおられて、チンチンにされちゃうんですよ。そうなんだけど、いや、これ、どうしようかな、マジで。OK。いや、いい防衛じゃない?これ、ファイボだからできたことだよ、ファイボだから。天神でもできなかったよ、今のは。オッケーオッケーオッケー。ここ行くよ。ゴー。で、まあ、出てきて、エリババか。エリババだったら嫌だな、これ。まあでも相手は、ザップだったよね、なんか。ザップ切ったよな。さあ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 。矢の雨をザップにしてるエリゴレなのかな?ちょっと小回り効くようにしてますね。けしからん。エリゴレたるもの、いいんですよ。小回りなんか効かなくて。一回の攻撃で折ればいいんでね。まあ、ちょっと俺相手じゃ折れないかもしれないんですけど。ゆねさあ。オッケー。これね、ファイボザップエレキのね、あのダメージで、エレジャイとか、エレジャイじゃねえわ。ライドラか。あれいたわ。いや、ザップ打ってたの俺だったもしかして。やなめいたわ。あ、ザップほら打ってるわ、こいつ。じゃ、なんだヒースピがいないのかな、わかんないけど。はい、GG。オッケー。そう、もうゴリ押し系にも、ちゃんとね、ファイボ、そしてね、エレキ、そしてザップでね、抑えることができるので、これ強いですよね。もうね、ポイズンだったらね、行かれちまうんで、こういう、今のね、この環境はやっぱり端前ダーってくるんで、そう、まあ、30種がね、割といたりするんで、やっぱりファイボですよね、現環境。本当にポイズン入れてる人は少ない。一人握りのスケラプレイヤーぐらいマジでポイズン入れてんの。あれ、始まり出しちゃった。調子こいちゃった。うん。まあ、これはマジアチャ出せばいいですね。これめっちゃいいんじゃない?めっちゃいい。このザップですよね、大事なの。やべ、こいつやばい。まあ、ミニペがいないんで、大丈夫。そう、ミニペがいないから、まあ、スパーキーエリババ5の形を組まれても、これ、いった方がいいな。めっちゃダメージ入ってる。これでね、マジアチャに体格変わるんですよ。マジアチャから言うのに。これめっちゃ強いんですよね。来た。めっちゃいってる。来た!え?おいー!あの位置に言うのですね、ちょっとどいてってやって、このね、前にのめり込むんですよね。さあ、いいですね。あ、クララパス買ってなかったな。さあ、行きましょう。いやー、今回ね、クララは結構アップデートさ、その、マジックアイテムみたいな、出たじゃないですか。いや、マジで俺ね、そろそろレベル上限解放来ると思うんですよね、本当に。いや、来てほしい、マジで。なんかね、まあ、普通に中盤ら辺でやってる人からすると、格上が増えるからちょっと嫌かもしんないんですけど、まあ、やっぱね、この、俺らがね、マジで課金しなくなってるの。俺、本当に、このライキジョンズアカウントにマジで、どんくらい課金してないんだろうってぐらいね、課金してないんで、マジで簡素になるとね、本当に、お金落とさなくなるんですよね。だから、ぜひスパセルさんにはね、ちょっと長生きしてほしいんで、上限解放よろしくお願いしますといったところで。さあ。とりあえずここは、やばい!これ逆行っちゃうか?大丈夫かな?
オッケーオッケー。これはいや、ザップの入りだけ貯めとこうか。ワンチャンスキャミとか来るかもしれない。うん、まあいっか。まあ、ジャチャで全回収ですね。はいはいはい。ザッピー、まあでもこういうデッキにもあれですね、ファイアボじゃないともうお若くなんですけど、もうギリファイアボだったら戦えます。まあ、ただエリババってことはロイホグがいないのかな。おっ、溶かせ溶かせ、エリババ溶かせ、やっばこれエレキだとなんか死ぬ予感がしたんでファイアボで抑えます。これ多分ロイフグいないよな、新鋭対エリババスケドラなんで。いや多分ロイフグいないと思うんですけどね、俺のかゴボウリとかの代わりにロイフグ入ってるか。まあいたとしてもゴーストまだ温存してあるんで。はい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 。空2枚目でしょ。ザッピーいたよね。ってことは空3枚、呪文は多分さすがに2枚入ってるはずだから、ロイフグいなそうな顔はしている。ファイブくる、あ、いた発見、ロイフグ発見。よいしょ、危ねー、いけいけいけ、これ来るよ絶対、死に得たい。やだなーマジで、あいつ。なるほど、死に得たい出してたわ。やべ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 、これやばい、マジで普通にやばい、やべやべ。ああ、やばい、どうしよう、やばやべ、やっちゃった。これはダメージ許せない。 OK、 ケツペッカで形作って。いやでもマズネクにはファイブ落ちたくない。いやーこれはザッピーには打たなくていいな。これいや来たんじゃない、これ普通に来た説あるけどな。来た来た来た、いけ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 、これ相手両性守れない。来た来た来た、ユーノいけ、これエリババが逃げ切れ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 、エリババうわー危ねえ危ねえ、来た来た来た、危ねえ危なかったマジで。いやどう守ろうかマジで必死に考えてたわ、危なかったー。よし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 、いいぞ、新鋭対ロイフグにも勝てる、新鋭対エリババザッピースケドラマゾネクにも勝てますからね。しかもファイボヤの雨、危ねえマジで。さあさあさあ、いいよ、いいっすねいいっすね、今んとこいいっすよ。ミュウの、はいはいはい、こいつ邪魔なんでちょっと、うーん、ヒースピタルババスケドラゴレっぽいですね、くせえゴレの匂いがします。うん、これぶち抜いちゃうかな。オッケー、いやーこれ延命しようとしたのかな相手。はい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 、美味しいですねこれ、めっちゃアド取ったはず、4アドぐらい多分取った気がする、3ぐらいか。はいはいはい、いやーめっちゃいい、よいしょ、いやいいっすね、いやいい、出るね今日ペッカー、やべやっちまった、あー危ねえ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 、よし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 、いいぞ、ユーナ走ってくれなかった。さあ、タルババこれ打ってきたらファイボでいいかな、なんか来たら。いやちょっとだるいなそれ、痛い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 、いやーマジか、
マジャチャエレキとかで抑えればよかったかな、普通にユニットだけで。星来るから言うので、うえい、ちょっと熱いんじゃないこれ。おいしょ、はい、はい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 、 GC じゃないこれは、来たんじゃないの。よいしょ、これは、いやいやいや、間違えちゃえない、お前、え、待って、やばい、こいつしゃぼった、しゃぼったっすよ今。いや、いい、偉すぎ、マジアチャがやばい、マジアチャがやべえ、いや、いい、でかい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 、よし、いけ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 、よっしゃー、きたー、オッケー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 、よし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 、いや強いな、マジで強い気がする、このデッキ何着ても勝てそうだもん、なんか今。さあ、いいですよ。まあガゴでもね、いいかもしんないんだけど、やっぱさっきみたいな、そのさ、ファイボヤナミみたいな呪文だと、やっぱガゴだとね、こうどうしようもないんですよね。そう、まあ、だけどマジアチャの場合、このエレキと、まあ、マジアチャね、最低限こう呪文散らして、まあ、ヤナメとか積んでる相手をね、まあ、腐らせるね、こともできるから、まあ俺的にマジアチャだけど、まあ、バルーンが多かったら、まあガゴの方がいいかもしれないですね。やべ、遅れた、頼む、いやー、畜生、最悪だ。まあ、一応ルート強制やってきますね。まあ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 、それはいかれるでしょうね。ここで呪文とか打っちまうと適当にやられて防衛ホグでいかれちゃうんで、うん、マジアチャぐらいのが良かったかな。おいおいおい、ユーノ、お前何ゴースト、お前やばい、今ユーノこいつダメだろ今の。いや、いいね、いや、いい、めちゃくちゃいい。いいよ、これだって相手、うわー、それはうまい、それはうまいよ。いやー、ガチか、結構ダメージ入るはずだけど、いや言うて痛えな、いや、めっちゃいいホグ、くそー、うーん、まあここはケツペックかな。うん、大砲芋から入ってきそうな気配はちょっとある。いや、この大砲マジ強えな、これどうしよう、これこれどうする、ガチ強くない大砲。いやー、これファイボット、ファイボットで終わりそうだな。大砲来る、いやー、読んでたんだけどねー。いや、ワンチャン、あーあああ、ふー、いやー、これちょっときついなー。26はやっぱね、いつの時代もきついですね。どうやったらかって、まあ序盤もうちょっとダメージ抑えられればよかったけど、痛かったな、結構途中攻めすぎたかな、あれ大砲使っててもさ、行かない方がいいのかな。くそー、26にはやっぱ勝てねえな。やば、奉仕多いっすね今日、奉仕の時代が来てんのかな。迫撃とかにも結構なんか奉仕が入ってるんですよね最近。はい、なんかペッカをこの位置に出すとロイジャー一発だけで抑えられるらしい、豆知識がある。おい、
この端前から1、2、3マス目の真ん中。わあ、最悪だそれ。いやこれさ、メガナイトとかいんのかな、いたら最悪なんだよな普通に。うわーお前かー、うわーやばい、それはいやこれちゃんとノックバックするように打てば。あーやべえ、もったいねこれ。あーマジでもったいない、今のやっちゃったな俺。いやちゃんとノックバックするように打てば、ミニペもワンチャン今手前だったらファイボーちょっと早いんで当たんなかったし、一発さすがにミニペア打ったかな。エリババの一発防げそうだったな最後の。畜生やっちまった。いやこれマジでめんどいなこいつこいつマジでだるい。いや来るよねそりゃ。いやいいんじゃないこれ。いやでもさ、スケミニザップ打ったところでか。ああちゃんと、しかもちゃんとこいつで対応してくれるんだ。まあ次はエリババがあるんで、ここは工場つなげないで、まあ、スケアミに即ザップだな。はい頼む倒してくれ。いやーマジか、結構減っちゃうんだよなペッカ。それだとこれ胞子が来るんで、そうっすね、工場つけてマジアチャで。うわやばガチだ。いやでかい、その一発でかでか、でかい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 、あまりにもでかい。来た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 、え、これ来たくない普通に。行ったんじゃないこれ。来たー、 GG 来ました。いやめっちゃきつそうだけど、オッケー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 、よっしゃ来たぜ、やったやったやった、オッケー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 。いややっぱファイボ、ファイボですよね。やっぱあの胞子をね一発打たせてだけで、まあでもちょっと襟交換、襟交換際どいけど、まあ、あそこ胞子ね一刺してたらめっちゃいい感じにされちゃうんで、やっぱファイボが生きてますね。ファイボなんだよなやっぱ今の時代。さあいいよ、ホースト。工場、あれ待って、どうせファイブ打たれると思ったんだけど、打ってこない。さては、これディガーかな、あ無視、あボンバー、あれもっぱつさん、このボンバー絶対許容しなきゃいけない。うんで俺だったらここどうしようかな、同祭かな、同祭ですね。ここは逆サイだと、なんか出てきた時にだるいんで、そうですね。防災来たやつをユニットで回収したい。これはまあ、ファイブが来ると思うんで。これザップ打たれたくない。よし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 。ちょっとここでも延命したいんだけど、いやーよくね、これ言うのいらんかったかな、やっちまったかもしんない。これ足前ババ来たらうまいっすね。 OK さあでファイボかよーって言ってますね今なんで。 OK これゴースト出して、絶対これババで延命が来るはずなんですよ。来ないかな、倒してくれ。いやマジか、それはちょっと際どい。
守れそうだなこれ。よし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 、延命 OK。 突っ走れ、行ってこーい。よいしょ、でかい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 、これはあまりにもでかい。 OKOKOK、 よし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 。いやこれめっちゃ強くない？これさてはめっちゃ強い気がするんだけど。よしよしよし、いいぞいいぞ、めっちゃ上がってる。ラストいきます、ラスト。いやめっちゃいい、めっちゃ上がってる。もう初手は言うのかゴーストかザップか工場を切りたいっすよね。よいしょ、言うな。あもう一枚来そうなんで、いやこれ工場だな。で真ん中マジで全回収しよう。さあまあ相手がトルネ持ちなんで、ここゴーストとかで受けずにちゃんとマチャチャで受けて序盤のキング起動防ぎたいですね。アルバは来い、来なかった。うえー、ヤンチーなるほど、なかったか、そっか。えー、いいね、それはいい。あでもここタルババあるかな。あでもここで言うのっすね。やべ、いやーいらんとこに打ったなザップ。頼むお前、なんでいつも最後の一発頑張んないのに今日だけ頑張った。お前そこええねん、死んでくれて。いやマジか、もう起動されないように俺U のゴースト足したのに。あのまま言ってたらそうエレキにタルババでゴーストにトルネで起動されちゃうんですよね。ちくしょう、またライト打たれんのかな、カバーしたら。ちょタルババだけ、オッケーオッケーオッケー、いいよ、タルババ切ってる。これ逆サイだなこれ、逆サイゴースト言うのですね。いや強っ、強いかよ。いやでもいい、いいよこれ。端前ペッカだな、でまた逆サイゴースト言うの。固めるとライト打たれるんで。あーやっちまった、最悪。いやーもっちか、マジか、やっちった。あーやっちまったぜ。いやーこれライト打たれたんだったらもう、絶対タルババ来るから。いやー延命してこれ、くそくー。いやーまあまあいいダメージ食らったな。檻裂いてねえな、でも相手。
割といい感じではある。いやーマジかー。